はい、ルースくんはポッキーです。今回はですね、お菓子が犯したおかしな遊びでですね、コメント返しをしていきたいと思います。おかおかですね。では早速もうやっていきましょう。今日のこの服見てください。どうですか、いいでしょう。まあ、僕の顔これなんですけど、元気ですか皆さん。どうだいどうだい、調子は。花粉症やばいな本当に。ってことでやっていきましょう。今回はね、たくさんコメントを読んでいきますよ。ではまず一つ目、ひさこポッキーに戻った嬉しいって、いや嬉しくねえよ、嬉しくねえし、しかもそこ嬉しがるところじゃねえし、高評価5ついてる意味わかんねえし。まあでもなんか皆さんね、ひさこポッキーが好きらしいですね、なんだかんだ。やっぱみんなツンデレなんですね。わかりますよその気持ち。プリッツさん、はじめまして。ポッキーさんにすごい似てますねってことで、これ本当に俺の動画に来たコメントかなっていう、そこ疑問なんですけど、ちゃんと僕の動画に来ました。はい、僕ポッキーですよ、僕がポッキーですよ。でコメント欄ね、他の実況者さんの名前出すなよって、なんかポッキーが他の実況者みたいになってるけど大丈夫か本当に。プリッツさんの動画面白いな、なんかポッキーって人みたいにバカなところが似ていて、お前もかよ、お前もか、お前もなんだな。バカなところが似ていてって思う、これこら、こら本当に。なぜか毎回動画を見終わると再生回数が301回、これは何かのバグ、分かる人教えてほしいということで、これはですね、 YouTube のなんかその再生数を測るところ、再生数研究所みたいなところがあるのか分かんないけど、もうそういうところがね、あの301回以上になるときに一旦なんかこれは本当の再生数かどうかみたいな、こうなんて言うんですか、不正をして再生数を稼いでないかっていうのを見極めるために301で1回止めらしいですよ。はい、なので301回までは普通にカウントされて、そっからはちょっと時間が空いてから反映されるってことですね。じゃあ次行きましょう。こちらは寒いコメントですね。無人島に3つ持っていけるとしたら何？僕はパソコン、スマホ、ゲームかな。 PC 電気がないため死亡、スマホ電気がないため死亡、ゲーム電気がないため死亡。死亡。動画怖いからコメント欄見て気紛らわすやつ、わらわら俺ですってことで、この方ですね、可愛いですね結構。やっぱね、あの分かりますよ、ちょっとコメント欄を見たくなる気持ち、ホラーゲームだと怖いですからね。でもたくさんいないんじゃないかな、だって俺のチャンネルって言ったら結構ホラーゲーム上げてるんで、まあ、ホラー体制ある人がたくさんいると思うんで、あんまいないんじゃないか。あ、たくさんいたわ。でけえこのバナナ、僕の方が勝っていますね。ポッキーさん下ネタ発言ということで、だってでかかったんだもん。次はですね、愛してるってことでね、ちょっと意味がわかんないですね。どの動画に来たのかちょっと今把握してないんですけど、意味がわかんないですね。そんな流れあったかなって思ってるんですけど、そんなこと言われると照れるな。違うよ、僕に言ったんだよ。いや俺に言ったんだよ。お前らほぼ衆やっべえな。 おいこのとこで言うなよ。よーし、お前ら全員、次はですね、真面目な感じです。やってほしいこと、今まで通りの楽しい実況、高評価35。ありがとうございます。いや、こう言っていただけるとほんと嬉しいですね。もう、なんて言うんですか。まあ、結構新しいことにも挑戦したいなって思ってるんですけど、やっぱり今まで通りの実況ももちろんやっていくつもりですし、それをやってほしいって言ってくれるのはとても嬉しいです。ありがとうございます。やっていきます、これからも。ポッキーさん、動画の右下で設定して字幕つけられるじゃないですか。字幕をオンにするとこの動画もっと面白いですよ、ということで。YouTube にはね、字幕機能っていうのがありましてですね、とてもね、なんか面白いっていうことをよく聞くんですよ、字幕機能。でも字幕面白いってなんだろうなって思ってるんですけど、じゃあこの動画見てみましょうか。僕のちょっとつい先日に投稿した人類に早すぎるプラグの物語っていうやつなんですけど、字幕をオンにしましょう。あれ、すごい嫌な予感しますね。これコンセントを刺せばいいのかな。コンセント持てますよね。あ、いいなこの感じ、なんか持てる感じ。頭衝突、よし、人死亡、プラグ&プレイ。おあ、ちゃんとなってる。やっていきましょう。お、やっていきましょう。今回のゲームはですね、プラグ&プレイという、生徒は顔なんか謎ゲーらしいです。やっていきましょう。何これ、手が伸びてきた。まずか ET、 まずか、まず第一、持てる手、 ET 阻止よ、 ET 阻止。一等行いとして、これが折れる21歳である。ポッキーさん、ぼっちじゃないですよ。私含めてチャンネル登録してる皆さんがいます。動画編集頑張ってくださいね。ありがとうございます。嬉しいです。でもなんか悲しくなります。
ポッキーさん、動画投稿が遅くても全然いいのです。ポッキーさんの動画見られるだけで幸せなんで、クラッカーお疲れ様ですということで、ありがとうございます。最近ね、やっぱちょっと忙しい日とかは、本当に動画投稿の時間が遅くなっちゃうんですけど、そんな時でもね、皆さん何も言わずに、僕の動画見てくださって、本当に嬉しいです。感謝してます。頑張ります。できる限り7時台に投稿できるようにね。サムネにバカゲーって書いてある時に感じるワクワクドキドキ感。ポッキーさんのバカゲー本当に好きってことでね、もうこんなコメント書いてあったらね、本当全部の動画にバカゲーって書けたくなるよね。だから料理してみた動画にバカゲーって書いたり、ホラーゲームにバカゲーって書いたり、それは荒れるな。ポッキーさん、なんで彼女がいないとか嘘つくんですか？ポッキーさんみたいな人がモテないはずがないと思うんですか？高評価36ということでね。もうこのコメント、なんか、って感じだし、もう見てください、皆さん、返信を。もし彼女いても、ほぼ毎日動画投稿&編集してるのもどうかと思うけどな。編集でかなり時間かかるし、そんなに時間なら家事のために使うでしょう。ほっとけ！ホットケーキ！ホットケーキ食べとけ。ちょっとこのコメントはちょっと、心に刺さりましたね。マジレス困るね。ポキちゃん泣いちゃうからその辺にほんと泣くよ、俺。サメくんとオスプレイ、意味深って、意味不です。意味不です、このコメント。意味不です、ほんとに。ポッキーさんは俺の兄貴だ。はい、家族ってことだね。誰だ、こいつ。こいつ誰だ誰なんでしょう、この方。この方誰なんでしょう。もし、兄貴ならさんって言わないだろうっていうツッコミ言われて、それだけ尊敬してる兄貴なんだよって言って、おう。おい、微妙な空気なってんじゃないかよ、これ。どうしてくれるんだよ、俺のコメント欄で。ということで、今回これくらいで終わりにしましょう、コメント返し。いや、最後のコメントね、結構俺なんか怒ってる感じで対話しましたが、嬉しいですよ、ああいうネタコメント。はい、全然いいっすよ。はい、たまにね、たまにだったら全然いいっすよ。もうなんか、全部のコメントがサメくんとオスプレイ、サメくんとオスプレイ、サメくんとオスプレイとか、ポッキーは兄貴だとか、ポッキーがお姉ちゃんだとか書かれたら、もう俺はもう、YouTube のコメント欄をなくすけど、でもね、ああいうたまになったら全然いいですよ。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。コメントね、本当に助かってます。はい。皆さんからのコメントがなかったら、本当に動画投稿してるモチベーションも下がってきますし、アドバイスなんかも結構バイオハザードの実況とかで役に立っております。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。これからもコメントもたくさん読んでいきますので、どうか、よろしくお願いします。ということで、もし動画を楽しんでくれたら、高評価ボタン押してってね。ではポッキーでした。またお会いしましょう。もうちょっとで19万人、頑張ります。